plündern wir doch mal direkt erstmal ein paar Erze. Ikuzo. Da steht doch schon einer. Und da hinten der zweite, da ist der dritte. Huch. Habe ich Paimon abgeschnitten? Naja. So, Kankesho! Sekihaku ga kirei ni zumerareteru! Kore... Und wieder. Man weiß manchmal irgendwie nicht bei der japanischen Synchro, wann sie denn jetzt durch sind oder nicht. Drei gefunden, fehlen noch zwei. Und last but not least, wo ist der letzte? Den hatte ich ja eben. Bin ich der Meinung. Ja, den hatte ich gehabt. Jetzt blind? Also höchstwahrscheinlich ja, aber... Ach da. Oder? Ist er das? Ja. Kannst du alles wieder einsammeln und schön vor uns fertig machen. Unpanscha の場所はすべて記録してきたぞ。これで赤白をオイラたちに売ってくれるよな。ああ、ご苦労だった。契約を結ぼう。ヒウン商会の旦那にもよろしく伝えておいてくれ。 Und wenn du den Preis denkst, ja. Dann auf zu Chang, dem 9. Und dann haben wir alles aufgekauft. Mal gucken, ob der sich jetzt querstellt. ちょうどよかった。最近シゲサイコーの手下が来ないから変だと思ってたんだ。どうしてかわかるか？安心しろ。奴らはもうお前のところに来ないぞ。ん？どういうことだ？Ja, aber warte, das ist noch nicht alles. Wir würden gerne auch deinen Kohlabis aufkaufen. Nani? Ah, なるほど。 君たちシゲサイコーの同業者か。人は見かけによらないな。Nö, nicht wirklich.
しかし売るにも7割引きってのはさすがに安すぎる。せめて4割引きで。Ja, mit 40% Rabatt kann ich aber auch noch gut leben. 割引きはいらないぞ。Oder gar keine. 通常価格で売ってくれ。え？お、本当に？本当に通常の価格でいいのか？まさかこの鉱石が本当に金になるとは。でも君たちに売った後またシゲ最高の人たちが来たら。来ないから大丈夫って。よ、du kannst uns das Herz ruhig verkaufen。わかった。今よりまずい状況もないだろうし。しかしこれだけの石箔で何をするんだ？実は依頼を受けてるんだ。詳細は聞かないでくれ。Später wird noch jemand kommen und das Erz abholen. ありがとう。本当にありがとう。どう感謝すればいいか。Oh, das musst du nicht. Wir sind sowieso noch nicht so ganz fertig. いい人にはいい報いがある。悪い奴には罰が当たる。さあ、旅人。飛運商会の倉庫で面白いものを見に行くぞ。Da bin ich auch gespannt.Was die jetzt wohl anstellen werden. Mitten in der Wildnis. Ja. Ach, schön, Show wartet da unten.さて終幕だ。君たちもいてくれないと話にならない。そんなこと言って、オイラたちがあちこち走り回ってる間、お前は何してたんだ？それはもちろんきちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。進撃と邪剣、ヤジとミオ、五巻までの展開は奇妙であり摩訶不思議と表現していいが、この六巻を表す言葉は見つからない。こんな起承を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。で、それがシゲ最高の剣と何か関係があるのか？感服しただけさ。だって予想外っていうのは珍しいことだから。僕の予想が叶ったのは君の協力のおかげだよ。なんだこのオイラだけわからないみたいな展開は。じゃあ倉庫に行けば面白いものが見れるっていうのは。考えてみるといい。シゲ最高がリーユエコを探しても石箔が一つも買えない状況を。Das wäre bestimmt ein lustiger Anblick. 材料がなければ契約は果たせない。契約を果たせなければファドゥイを敵に回す。そして飛運商会の名を聞いた彼はきっと腹を立てるだろう。シゲ最高には金と勢力がある。そして彼はこんな扱いを受けたことがない。鬱憤を晴らすにせよ、問題を解決するにせよ、彼は。お前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。だぞや、だれチンボク。ほら、噂をすれば。こんなに走り回っても石箔はどこにもないと思ったら、飛運商会が動いていたか。希少な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは、俺を狙っているのか。グレカン。狙うも何も、僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助太刀に入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うなと言ったのはそっちの人だしね。身の程を知らないバカめ。これ以上言っても無駄だな。さあお願いします。ここの石箔を全て奪ってやってください。相手を間違えた。動くべきだ。はい。はっ。
触り禁止。チャンスだ。カリウドが。あ、der auch noch。ただものではないな。このままでは予想外の損失になる。もっと痛めつけてやってください。そして赤白を。ファデュイとお前はビジネス上の協力関係なだけだ。お前の尻拭いまでしてやるつもりはない。な、何よ。これもそちらの注文のためではありませんか。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい待て。坊ちゃま、どうしてここに。怪我はありませんか。あ、彼のおかげで無事だ。坊ちゃま。え、お前が飛雲商会の御曹司。ああ、やつまったぜ。ああ、僕がコカハ門弟、そして飛雲商会会長の次男行く秋だ。くそ、はめられた。シゲサイコ、教養による売買は商人としてどうかと思うよ。ここは商人らしいやり方で解決しよう。この赤白がなければファディが君をどうするか想像してあげようか。いえ、どうすればその赤白を譲ってくれるんだ。上級殿には7割引きの値段と言っていたな。ではこうしよう。通常価格の3倍。これでどうかな。Dreifacher Marktwert。足元を見やがって。貴様、いい加減にしろ。まあそう叫ぶな。買うの？それとも買わないの？わかった。3倍で売ってくれ。それでいいんだな。毎度あり。今後とも何卒よろしく頼むよ。お前飛雲商会の御曹司だったのか。じゃあオイラたちが使ってたモラは全部お前の財布から。気にするな。損することのない商売な上に重最高にお仕置きできた。一石二鳥だ。Das sieht man dir überhaupt nicht an. そう褒めるなよ。君の正義もなかなか感心したぞ。おいら、こいつのことずっと本の虫って呼んでた。お坊ちゃまを怒らせたら相手の手足を切るって武侠小説で読んだことあるぞ。どうしよう、どうすればいい。本当にオイラが悪かった。許してくれ。君は飛べるんだし、足がなくても平気だろ。だ、その目は本気だ。旅人、助けろ。Er macht ganz offensichtlich Scherze, aber wobei, es ist gar nicht mal so unangebracht. Ich meine, wenn sie die ganze Zeit schwebt, wozu brauchst du da Beine? 冗談はここまでにして。今回のことは助かった。本当にありがとう。この新小説劇録もなかなか面白かった。これを上級殿に返してきてくれないか。Jetzt sollen wir schon wieder für dich durch die Gegend laufen. だって僕は何もしていないのにお礼を言われるのもなんだろう。君たちは関係ないのに最後まで協力してくれたんだ。これほど義教の心のある人と知り合えただけで僕は満足だからね。坊ちゃま、お話の途中で申し訳ありませんが、旦那様の方には。ああ、父さんには今回の件を解決したついでに大金を稼いだと伝えてくれ。だからこのことに免じてあと数日だけ時間をくれないか。新小説劇録の中に秘境の話があってね。そんなこと言って本当は本を返しに行くのが面倒なだけだろ。上級殿なら
きっと謝礼も準備してくれていると思うよ。謝礼？まあ言ってやらなくもないか。はあ、何を言っても坊ちゃまは止められませんね。Man hätte uns aber auch früher sagen können, dass Jingqiu zu euch gehört. 知らないとは思わなかったです。では、本を返すことは頼んだ。縁があったらまた会おう。Errungenschaft abgeschlossen. Oh. Ich glaube, das ist die Büchererinnerung, ne? Sammle die ganze Reihe Legende der zerbrochenen Hellbarde, sag ich doch. Sehr schön. Dann haben wir da auch 100%. Perfekt. Neues Kettchen. Oh ja. Ich bleibe aber bei dem erstmal noch. So. Jetzt sollen wir aber besagtes Buch noch zurückbringen, ne? Hat aber auch ein schönes abgelegenes Häuschen da oben. Ja. ついていきます。 やっと来てくれた。今朝質屋の人がわしの本を全部返してくれたんだ。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ありがとう。本当にありがとう。Ach, wir sind froh, helfen zu können. ああ、そう言わずに。このことはわしにとって本当に大きなことなんだから。上家はリーウェでは大きい一族だったが、わしが若くして当主を継いだとき、商売で何度も失敗して家の財産を失ってしまったんだ。一族の栄光を取り戻そうとここ数年は必死に頑張ってきた。今回の赤白の商いはわしの全財産をかけた希望だったんだ。君たちがいなかったらおそらくわしは無事でいられなかっただろう。お前もお坊ちゃまだったんだな。どういう意味だ？なんでもないぞ。そうだ、本を返しに来たんだ。ああ、新章雪月記録。あのコカ派の少年、急に姿をくらませたから泥棒かと思ってたところだ。コカ派、そんなにまずいところなのか？門派自体は数百年の歴史があって輝かしい時期もあったが、今ではもう落ちぶれたな。門派の復興には新たな血が必要になるだろう。しかしずっと衰え落ちぶれたままでは新しい人材も入ってこないはずさ。今のコカ派の若者ときたら、例えばあの少年、恩返しとか言ってたくせに君たちの半分の仕事もしてないじゃないか。まあこの話はどうでもいい。そうだ、テイワット観光ガイドのリーウェ編が欲しかったんだろう。よい、これは君たちにあげよう。それからほんの気持ち程度だが謝礼も。Na, dann sind wir wenigstens nicht umsonst hergekommen. 功績も売れて我が愛所たちも戻ってきた。本当に。Ein komisches Lesezeichen. Ach, das ist bestimmt von Jingqiu. どうした？なんか落ちたぞ。いや、なんでもない。あの少年、まさか。Auftrag abgeschlossen. So. Haben wir die Charakterquests auch noch abgeschlossen. Dann bleibt, glaube ich, tatsächlich nur noch eine. Alibi des Helden der Nacht. Von dem ich nach wie vor nicht weiß, wer das ist. Ja. Die werde ich dann aber beim nächsten Mal, denke ich, machen. Zusammen mit dem dritten Teil von Shaos Laternenfest Quest. 芝生に寝転がると
大地の鼓動が聞こえてきます。Danke, Ganyu. Und für den Moment werde ich mich denn erstmal wieder verabschieden und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Genshin Impact, wenn es heißt, Shao auf die Schliche zu kommen und herauszufinden, welche andere Charakterquest sich da noch versteckt. Bis dahin. Tschüss.